ぜ。まあ、まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長、食うのは若い俺らに任せてくれりゃ。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めか彼ってわけだ。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人帳は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町を取ってこそ、その後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな、たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしても、この偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。何がだ。だってそうでしょう。このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。そりゃ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になって、この町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った、僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫妃も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って、力貸してくれ。分かった。星野会長、俺からも改めてお願いします。
お知恵をお貸しください。ああ、わかったよ、まったく。ただご馳走するって言われてきたんだがな。すっかりのせられちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまではわかんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまでやめる気はないでしょう。勝つまでやめないか。お、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。でなきゃ若の花は明かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間って言われても。まあ相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか。あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあ、いっそ星野会長が出馬ってのはどうです。なんだと。だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら一身長でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰か探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか。構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか。先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わない。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。300万、俺に用意しろと。でかい喧嘩売ろって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだ。はあ、会長の言う通りだね。どうする、春日君。
おい待てよ一番、なんだよ急に大阪に行くって。荒川のおやさんには助けがいるんだ。この俺の助けがな。みつから連絡があったんだよ。今おやさんも蒼天堀に向かってるとこだ。なんで大阪に？俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。お前向こうで素性知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも助けがいるっておやさんが言ってんだ。でそのおやさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。合ってるよ。ったく。でも一番よ、美人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るって言うから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。分かってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。金はできても問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろ。約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。本当に行くの？だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや悪いが、蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地、やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったら、あとは頼むぜ。勝手なことばっか言いやがる。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万きっちり星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。はい。
本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったのか。ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かと。なるほど。ならなんで今回に限って事後報告なんだ。親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません。私も先ほど知らされたもので。そうか。ま、あとは何が起きるか見ものだな。え、何が起きるかと申しますと。考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄、その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか。そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。近江の会長は寝たきりのままだろ。容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ後目の話もしなくちゃならん時期のはずだ。いえ、そこまで差し迫っちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に後目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任ってことだ。そしてきっとその時代がしばらく続くことになるんだろう。でももし後目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよな。え親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。神室町参詣作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ。しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか。ええ、親父のおかげで神室町から登場会が追い出され、参詣作戦の成功が世に広まり俺の顔も立った。でも登場会が消えたそのどさくさに自分は自分で近江を引き入れて、一躍登場会の参事から近江連合の大幹部へ昇進したんだ。ちゃっかりしてるよ。古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが、正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかったつくづく権力ってのは魔物だよな親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。気になること。親父が渡瀬に会い挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが、俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろう。それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったら、それは俺への裏切りだ。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。いや、裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ、うん、俺の立場はもはや参詣作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間は裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要がある。そのポリシーを貫く上では相手が実の親でも例外はない。必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓うんだ。俺は
親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思えということでした。なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かわせます。奴は荒川の親父にも気に入られていますから。天道の親分、いつお戻りやったんですか。今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか。はっ、仇は知らんぜ、こっちゃ。油売っとらんと、ちゃっちゃと仕事せ。いてまうぞ、これ。いや、やめてくださいよ。天道さんのパンチはシャレにならないっすわ。何やと。なんでもありまへん。仕事ありますんで、ほなまた。おっとボーイさん、これおかわりな。あ、私も。よー一番、スマホずっと見てたって。ミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで、ここは一つ楽しく飲もうぜ。うん、賛成。大阪って最高だね。だーもう、うるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ。トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの？ミツからの電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ。渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くったらねえ。こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに、気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ、小獣とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの、結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。ん？ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした。ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気も知らねえで。はーい、一番、写真見てくれたかい。レアなんだよあれ。彼気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、分かったから。え、どうしたの。あのさ、悪いがこっちは取り込み中だよ。1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中。おお、ベリービジーね。でも、ワイ。とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ソーリーね。でもそんなに怒って。 What happened？ じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズガよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え？こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それに
もし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい足立さん、そうだな、よし行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。なあ